名古屋の標本木を目指して福島気象予報士がやってきたのは名古屋地方気象台です。観測用標本、ソメイヨシノとあります。こちらが名古屋のソメイヨシノの標本木なんですが、つぼみの様子を見てみると、あ、あの辺り、ちょっとつぼみが膨らんで先っぽがピンク色に変わってきているのがわかりますね。開花発表には五輪から六輪の花が

終わりがまだなら三河はどうか桜取材班が向かったのは愛知県岡崎市ソメイヨシの800本が三河の春を彩る東海地方屈指のお花見スポットです家康ブームの熱気で開花も早まっているはずあ、早咲きの桜はもう見ごろですね綺麗ですそしてこちらがソメイヨシのなんですけれども ああ、もうすぼみが膨らんでピンクになっている部分がありますね開花が近づいてきてますね岡崎公園の染め吉野も色づき始めているものの開花には一歩及ばずそんな岡崎公園の開花予想は今週末の18日焦らずとも必ずやってくる開花の知らせに向けて 公園では準備が着々と進んでいました岡崎公園では毎年桜祭りを開催していてコロナ前は50万人の人出がありましたが発生の年には3万人に激減それでも歴史を絶やすまいと細々と続けられてきましたしかしマスクの着用が緩和され世の中が大きく変わろうとする今家康公ゆかりの地でも変化が 場内でのあのお酒類の販売が解禁になりました。取りやめていたお酒の販売を4年ぶりに再開。さらに花見を盛り上げるのはお酒だけではありません。岡崎大河ドラマ館があの岡崎公園内にオープンをしておりますので、あのその関係でも例年よりもたくさんの方があのいらしてくださるかなと予想しております。 公園内にオープンした大河ドラマ館にリニューアルした岡崎城など、花見を盛り上げる要素が満載。夜桜を楽しむためのライトアップの準備も進み、機運は高まるばかりです。あできれば行きたいですけど、<laughs> 込み具合によって。あお酒がこうやってあの会場で販売が解禁されるっていうのはお花見に関しては。 やっぱりね、そ,ねそれがないとね、ねお花見の日が近所の川沿いに咲いているのをちょっと散歩程度で<ー>、はい、見ただけで、やっぱここはちょっと規模が違うので、<ー>もうお店とか出たら、また子供を連れて、はいはい、楽しみたいなと思いますしかし、マスクを外しても、羽目を外すには時期尚早、岡崎公園では盛り上がりすぎにも配慮しています。 家康行列もたくさんの方、毎年来てくださるイベントなので、渋滞対策といった面で、あの秋に延期とさせていただいております桜まつりに合わせて開催していた家康行列は、大河ドラマ効果などで来場者が増えすぎることを懸念して、混雑緩和のため、秋に延期しました。待待ちににった花見のシーズン今年は制限が大幅に緩和され 多くの人がコロナ前を懐かしみながら楽しむことになりそうですが気を緩めすぎないことも必要となりそうです。